はい、匠ソフトの高井です。父独語館をしてまいりたいと思います。2019年11月号特集語らざれば憂えなきに似たり。今回の独語館の箇所は第9回仕事と人生に生かすドラッカーの教え。副タイトルをお読みします。成果を上げている人と上げない人の差は才能ではない。いくつかの習慣的な姿勢と基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である。非営利組織の経営というドラッカーの言葉からの引用のようです。佐藤仁さんの寄稿になります。このドラッカーのこの今回の箇所を拝読させてもらいまして、時間ということに対する考え方、時間と習慣というところでしょうかね。そのことについてもう一度自分の時間と習慣について、反省しなければならないなと思わされました。時間というのは本当に限られているもので、ここで佐藤さんが言われているように人生そのものなのかなと。時間は、命を削って、いくものですから、やはりその命が確実に死に向かっていくわけですからね。死ぬまでのこの貴重な時間、何に使うのか、何に重きを置いて自分はこの時間を使っていくのか、そのことは全ての人にとっての命題であろうかなというふうに思います。そしてこの時間というのはどのようにも使えるということ、そして残酷ですけれども、この時間というのは等しくみんなに与えられているように見えるんですけど、実はすごく等しくない。みんな人生長さ違います。また置かれる環境も自分が進む道も全部違います。ですから誰一人として同じ時間の使い方を適用することはできないのではないかなと私は思います。ですからそもそも時間をコントロールするということはそれぞれ工夫をしていかなければならない、そのように思います。習慣という言葉も出てまいりますけれども、習慣に関しては私はとても諸刃の剣の面を持っているというふうに考えている方です。どういうことかと申しますと、習慣にするまで、実はものすごい、時間と苦労と苦痛、またさまざまな犠牲伴って習慣にしていく、そのようなものであります。例えば何かを成し遂げようと思ったら、何かを捨てることも必要になります。まさに今回のこの記事の中で、佐藤さんが言われるように、佐藤さん自身も英会話を捨ててドラッカー一本に絞って、たくさんの時間、7000時間って書いてありましたかね、ドラッカーのともかく勉強に、当てたというぐらい、私たちは習慣にするため、自分の時間を死守して習慣化するためにはかなりの覚悟とかなりの努力が必要です。で、先ほど言った諸刃の剣だと言ったのは、途中で挫折してしまうと自分には無理だとか、そんなことできっこないって言って逃げてしまうっていうことがあるんです。こうなると次に立ち直ってで習慣化しようと思った時に、この習慣化が非常に難しくなる。この
悪いスパイラルを繰り返すと習慣化というのは身につかない、そういう側面を持ってます。なので私は習慣化することに関しては、まず自分が達成できる簡単なところから習慣化することを自分ではやるようにしています。あまり確実に無理なことはちょっと手を出さないようにしています。自分がちょっとね、ステップアップしていってできてちょっと満足できる、あ、これならできるなっていう自信がついてから次のステップに行く、このように私の場合は、私の場合ですよ、私みたいなものはそのように小さなことを積み重ねていって、最終的に大きな、ゴールの習慣化できればラッキーかなというふうに思ってます。というね、ドラッカーを人生の中に適用するということは、並大抵の覚悟では私はできないと思います。ゆえにね、本当にね、ストイックにガッといける人はね、もうドラッカー一直線でね、行かれるものがすごくいいと思います。私のように心の弱い人間はちょっと段階的に小さく小さくちぎってね、やるのも手ではないかなというふうに感じた次第です。はい、全く、佐藤さんがね おすすめされるようなことと私がね考えていることは全く違うことではありますけれども、ただただ一つ成果を上げるためにはね、成功を積み重ねていくこと、これは大事ではないかなというふうにちょっと思った次第です。いろんなふうに感じました。はい、そんなことで、今回ドラッカーからはこの辺にしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。